を見て覗いて半分半押しして押す。はい、36ってなった。あれあと1枚取れる。36ですよ。じゃああの犬取っとく。36ですよ。37取れるんだ。じゃああれまだ1枚取れる。なんか適当に外取って。どこまで取れるんだ。普通36で終わるんだけど。何取ればいい。何でもいいよ。自撮りしてみたら。やだ。セブンの中取ってもしゃあないしな。自撮りしたらそれで。ちょっと難しいけど。もうちょっと話した方がいい。うん。フォーカスが合わない。あ、取れた。38。はい。終わんないぞ。あれ？え、なんで？あ、終わった。すごい自動的に終わるんだ。で、巻き戻す。ここ見てて。数字が戻ってない。すごい。バックトゥーザフューチャー。バックバックバックだけど。バックトゥーザフューチャー。そして25。そう、メーカーによってね、メイドインジャパンとチャイナで分かれてて。何が違うんですか？あ、いや、別に作ってる材料とかは別に変わんない。どこで組み上げてるかだけ。なるほど。キヤノンはメイドインジャパン。すごい。最近のオリンパスとソニーとかはチャイナ。すごい。フィルムカメラ3って書いてあります。もう終わるよ。あ、エラーの AE だからいいんだよ、これで。最後まで終わりましたって意味。すごい。そして終わり。うん。これをあのお店に持っていったら現像して CD データにして渡してくれる。でそれをパソコンに取り込んで iPhone に送るっていう面倒くさい作業がある。